皆さんこんにちは、ワンダルグルージです。では今回は、新ゲレンデ予防ベリーハードチャレンジレベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。レベル将軍のベリーハードのシナリオに、ゼータガンダムの神竜、ダブルゼータガンダムのジュド、それに、バナージとマフティーことハサウェイを歴史介入させてのチャレンジ企画になっています。ここまで、北京、ハワイ、そして北米、キャリフォルニア、ニューヨークと攻略を進めてきていまして、今回はいよいよオデッサ作戦を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。オデッサ作戦を行うにあたってはですね、マクベが核攻撃を行ってくるので、これを阻止するためにですね、ある程度、諜報能力を高めておく必要があるんですけども、サボっていたので、諜報があまり上がってません。なので、諜報を急いで上げていきましょう。仮に諜報が低いまま、オデッサ作戦開始するとですね、大損害を受けてしまうので、そうならないようにですね、諜報能力を急いで上げていく。この作業から取り掛かっていきましょう。補給部隊からホワイトベースに関する報告が届いています。マチルダさんからの報告ですね。大気圏突入戦、ガルマ地上軍との交戦など、数々の戦場をくぐり抜けてきました。彼らの著しい戦果には驚嘆すべきものがあります。マチルダよりホワイトベースに関する詳細な報告書が寄せられています。報告書では特にガンダムのパイロットの戦果について驚異的なデータが記載されています。ガンダムのパイロットは初戦においてザク2機を撃破し、赤い彗星のシャアと互角に戦い、本来陸戦用兵器であるはずのモビルスーツで空中戦を行うという卓抜した戦闘センスを発揮しています。加えてガンキャノン、ガンタンク、コアファイターもよく機能しており、ホワイトベースが初期の性能以上に運用されていることがデータからも証明できると思います。訓練も受けていない素人の集団の彼らがこれだけの戦果です。デビル将軍は彼らをニュータイプ部隊と呼んだわけ、わかるような気がします。開発部からの提案をご報告します。マチルダ隊がホワイトベースから持ち帰ったガンダム2号機の戦闘データを移植することでジムの性能を向上することができます。ジム強化計画ご検討ください。ジム強化計画、これはすぐにやりたいですよね。特別作戦が提案されています。なんといってもジムは主力モビルスーツになっていくので、早速忘れないうちにジムの強化計画発動します。はい、ジム強化計画を実行します。ジムタイプのモビルスーツの性能が向上します。で、加えて諜報ですね、これもうグッと上げていきたいので積極的に投資していきましょう。駆動部分を電磁気で包み滑らかにする技術。ジム強化計画に続いてマグネットコーティングの技術開発のイベントも来ましたね。これもお金があるうち、資金があるうちにできるだけ早く実行しておきたいと思います。開発部の提案をご覧になりますか。ジムスナイパーの開発プラン来てますね。ジムスナイパーは、長く使えるので、これも開発はしておきたいかな。続いて、オデッサ作戦発動していきます。全軍に伝えよ。我が軍はこれより、オデッサ作戦を開始する。オデッサ作戦。ジオン軍の生命線である中部アジア、東ヨーロッパ間の鉱山地帯を奪還するための作戦である。国力の乏しいジオンからこの地を取り戻せば、連邦は地上の戦いで圧倒的な優位に立つことができるのであった。劣勢に立つ連邦軍は起死回生をかけこの戦いに挑もうとしていた。ホワイトベースをオデッサ作戦に参加させ、方法かく乱をやらせようと思うのだが、何か気に入らんことでもあるのかね。はあ、ホワイトベース一石に右翼の後方かく乱、
無謀すぎはしませんか。本当に将軍は彼らにニュータイプの可能性があるとお考えなんですか。実戦報告は見たのだろう、君も。しかしわずかなデータをもとにホワイトベースをニュータイプ部隊と即断するのは危険ではありますまいか。考え直してみてはいかがでしょうか。はい、エルランから進言が来てますけども、これを退けてホワイトベース隊はオデッサ星に投入します。いや、正面の戦力はこれ以上下げる。ジオンの赤い彗星のシャアはニュータイプと噂されている。もしそうであるならニュータイプが我が軍に現れても不思議ではないはずだ。ホワイトベースのオデッサ作戦参加に変更はない。ホワイトベースをオデッサ作戦に参加させるのなら修理と補給が必要です。ホワイトベースは私の子供と同じ、見捨てるわけにはいきません。救援に向かうことを許可してください。マチルダさんを救援に向かわせます。まあ、これで3連星とね、マチルダさんが退場することになるんですけども、まあ、マチルダさんいなくなるのは痛いですが、3連星が消えてなくなるのはもうそれ以上に大きいので、ここはマチルダさんには参加してもらいます。ありがとうございます。至急ホワイトベースの救援に向かいます。では発動したばかりの作戦ではありますけども、もう突入戦を仕掛けていきましょう。まあ時間的にもあまり猶予があるものではないので、まあなるはやで部隊を送り込んでいくというところですかね。ではオデッサ作戦です。報告します。ホワイトベースはジオンの黒い三連星と思われる新型モビルスーツの撃破に成功しました。しかし残念なことにこの戦闘でマチルダ・アジャンは戦死しました。マチルダさんの死の引き返り、壮絶な最後、三連星ガイア・オルベガ・マッシュ、これを打ち取ってくれています。マチルダが戦死した。だが彼女の意思はホワイトベースの連中に伝わったはずだ。決して無駄死にではないよ。彼女の冥福を祈ろう。さあでは部隊進撃していきます。もちろんですね、ここの主力になってもらうのはタビエのゼータになりますので、ゼータをまずは進出させていきましょう。レベル将軍はホワイトベースに乗ってもらっています。で、あと注意しなきゃいけないところで言うとですね、ここにズゴックがいますので、このズゴックは早めに撃破しておきたいですよね。まあ、機体は無駄にしたくはないので、ダメージあまり負っていない人を中心に出撃させて、ここで、このズゴック撃破しちゃいます。敵の数決して多くはないので、このまま一気に基地中心部に迫っていきましょう。レビル将軍、ホワイトベースからエルランがジオンのスパイであると報告がありました。そうか。情報レベルを C から A まで一気に資金を注入して行ったので、エルランの逮捕、これできますね。情報レベルが低いとですね、このエルランの寝返りイベントがそのまま発生してしまって、まあ、手痛いダメージを受けるということもあるんですけども、まあ、今回はそこをうまく回避することができたのかなというところですね。ではまずゼータガンダムから出していきます。まあ、ゼータはできるだけここでエネルギーは消耗したくないので、どうだろう。もう一マス近寄るかな。ここはゼータガンダムの本当に活躍に全てがかかっていると言ってもいいと思うので、まあ、ゼータはちょっと出さずにもう一マス近づきましょう。ゼータはゼータと言ってますけども、一応ハサウェイのプロトガンダム、バナージのガンダム、これも戦線には投入してますので、今レベル将軍が指揮しているホワイトベースに搭載している状態です。これもできるだけ早く発艦はしていきたいですよね。レビルよ、聞こえるか。オデッサから手を引け。さもないと
核ミサイルを発射する。マクベの核ですね。本当ですか、レビル諸君。核ミサイルを撃つと言っているのですよ。わかりました、前進します。核ミサイルを発射せよ。レビル将軍、ガンダムに核ミサイルの破壊をやらせます。そんなことができるのか。ガンダムが核ミサイルの破壊に成功しました。核の阻止に成功しました。これも情報レベルがね、上がってないと核撃たれてしまって戦力の 50% 喪失するというイベントに発展してしまうんですけども、まあなんとかマクベの核を阻止することできましたね。ではこっからいよいよゼータガンダム出していきます。基地中心部に一気に迫っていきましょう。索敵はまあ初回はせずにいきます。あとはモビルスーツ隊を出していきます。このオデッサが取れると多分一気に戦線が楽になるんじゃないかなと思いますので、まあ、戦線をね有利に進めるためにもですね、ここは急いでゼータガンダム、それとバナージー、さらにハサウェイをね出していきます。ここはゼータです。3連星専用のドームが出てますけど、このドームにもうすでにガイア、ウルデガ、バッシュは乗っていないっていうね、そういうところですね。どうやら射撃戦ではゼータガンダムを持ってしまう、1機しか撃破できなかったですね。逆に格闘で陸戦ガンダムがザクに返り討ちに遭う、まあ、この辺りはベリーハード仕様というところなのかなと思います。敵も強いですよね。再びゼータです。イフリート戦線に投入してきてますね、ジオン軍ですけど、構成としてはゼータジム、ライトアーマー、それに陸戦ジムという編成です。ジム、ライトアーマーはやっぱりキャラクター、ユニット、しかも反応が高いユニットを乗せておくと戦果が出やすい、機動力のあるユニットなんですけども、まあ、ここは削りきれませんでしたね。そして、ハサウェイ。そして、バナージです。プロトガンダム、ガンダムです。ここにも、イフリート、いそうですね。索敵済みになってないんですけども、これイフリートの機影だと思います。さすがにイフリート、格闘能力高そうですね。ここはドームにマフティ、バナージが攻撃を仕掛けます。これで敵基地の中心部、オデッサの中心部さらけ出されたというところですね。では基地中心部制圧です。これでオデッサ制圧完了です。基地中心部の制圧に成功しました。敵残存戦力を総攻してください。敵部隊が敵部隊は退却を開始しました。我が軍は敵の抵抗を受けていません。了解した。これより臨戦態勢を解除、警戒態勢に移行する。連邦軍の一大反攻作戦、オデッサ作戦は成功に終わった。これは連邦軍にとって初めての大戦果である。将兵の士気を大いに高めるとともに、連邦軍全体に反撃の機運を生んだ。ジオンとの激戦を制した連邦軍に反転攻勢の機会が訪れようとしていた。オデッサ鉱山基地の制圧によって、地上でのミリタリーバランスは我が軍に大きく傾いています。今こそ地上からジオン軍を掃討するチャンスです。キリマンジャロ攻略作戦を提案します。
報告します。我が軍の行動に対し国際的な非難が集まり世論が悪化しています。何らかの対策を講じてください。報告します。世論の悪化に伴い敵軍の戦意が向上しています。我が軍に対する憎悪が原因と思われます。参謀部より特別作戦が提案されています。はい、ここまででオデッサ作戦ご覧いただきました。国際的非難を集めているというところなんですけども、中立地帯なんかを特に、制圧占領した覚えなんかはないので、まあ、ちょっと思い当たるものはないんですけども、まあ、早めにですねこのあたりの湿地の回復はしておきたいと思います。この後なんですけども、キリマンジャロの攻略作戦が提案されてますので、キリマンジャロを攻略していく準備しましょう。で、あとはベルファストですね。ここにも敵の大部隊迫ってきている状態、防戦一方なので、ここに樹洞を投入していきましょう。宇宙ではルナ2がね防衛一方なんですけども、そろそろルナ2に関しても手こ入れ必要の時期来てるかなと思いますので、まあ何かしらの対策講じていきます。そしてジャブロ、ここもね敵の攻撃にさらされているところなんですけども、ここに関してはもう防衛防衛防衛、航空戦力による壁を作って防衛、この一策に限りますので、ひたすら防衛作戦展開していきましょう。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねこの続きをまたプレイしていきたいと思います。